終了についてどうお考えですかコチカメがね終わるそうですよあの「ココイチ」でずっと読んでたココチカメが終わるんですけども僕はそんな読んでないですけどねあそう100巻ぐらいまでは結構読んでましたねあの実際集めてましたね今今だってうん199巻らしいですよすごいですよね く漫画ななんんてあるだマルっちゃあるんだろうけどすごいですよね子どもの頃からずっと読んでたものが僕はやっぱスマップよりショックですもんこっいやそう本当にそうですね神話性というかなんかスマップの時はもう長いんだから改善してあげて自由にやればやってあげればいいじゃないですかと思ったんですけどこっちか終わんないでみたいな思っちゃいますからね終わるんですねんかあの「サザエさん」とか「ちびまる子ちゃん」みたいなうんうん ずっっとやてるじゃないですか日曜日の夜にあんな感じで作者心でも不吉なまたでもサザエさんとかってもう作者いないじゃないですかそうですねもはや誰が作ってるんだろう脚本家がアニメとして作ったんですよねだからそれでできるぐらいのあのんだろう登場人物増やさなければまあそうですね毎回その自流に乗って部長に怒られてでも あらゆるね、新しいものを昔は僕はこち亀から知ってましたね、例えばインターネットとかっていうのも、うん、多分もう高校生とかの頃に、うん、こち亀でりょうさんが使ってるのを見たとか、うん、例えば Windows95 に並んでるりょうさんとか、はいはい、あと MD プレイヤーを自慢するりょうさんとか、結構そういうガジェットとか、僕、好きになったのってりょうさんの影響だなっていうのも。 新しいの大体買ってるじゃないですか、うん、あれって秋元先生が知ってるんですか、うん、やっぱ情報収集して70近いですよあそんな年なんですか今確かへえそうなんだそれまでやってたらやばいです、ね、でもやっぱ今だってやっぱドローンとかそういうの亮さ、うん量産買ってそうっすよねなんかね、うん、イメージですけどであでも先々週とかあの、うん、先月ぐらいにドローンの会ありました、うん、あそうなんだうん昔はなんかそういうネットのニュースとかにね、うん 誰もが検索して情報収集できないじゃないですかまあでも自分も子供だったしそうするとも情報って全部受け身でテレビのニュースかこっちか亀かみたいな感じでしたねいやすごいっすよね40年らしいですよ76年から生まれる前からですからねすごいっすね76年って40年でもオイルショックが73年ですよそうなんだすごいよね ずっと一作書いてるんですもんね、うん、すげえなでもあのフォーマットって、うん、終わりがないなと思うんだ、ね、はいますけどねその時々の新しいのそうレ,レオさんは何かで挑戦する限り続くから、うん、別に警察の話でもないしこっちかねだからあれじゃないですかこのロングリーフェイム40年間続けることは可能ですよね何を言ってんすか <laughs> <laughs> 七十六ですよ。四十年後。<laughs> でも何何喋ってるかもう聞こえなくて聞こえない。もうモゴ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 してる。iPhone 44が当てて。<laughs> ハンターハンターとかって二十年ぐらいやってるじゃないですか。ハンターハンターはえっと九十九年からじゃないですか。九十九年からか。はい、すごいね。ちゃんとしたせい数値出てくる、ね。<laughs> でも十七年か。そうですね。うん。 確か99年だった気がするので、ワンピースがその翌年とかなんで、1年ぐらい長いんだ。か確かそ、あ,あそうっすね、ハンター×ハンターって、連載止まらなければ、80ぐらいいってんすかそうですね、ワンピースとほぼ一緒なんで、1年ぐらいしか、かワンピースが97年からで、うんうん、えっと、ハンター×ハンターが98年からですね。長いっすね。18年かうん、うん それで33巻、ワンピース90巻ぐらい、たね <laughs> <laughs> いやー、こっちかめか、最終話でどうなるんですかね。いやー、それなんかい,いろいろ議論になってましたね、あのあそうなんだリョウさんと玲子は結婚するだろあ昔はそういう雰囲気もあったんですけどね、うんうん、今どうなんだろう、今もそうなのかな。なんかあのこれ僕 流し見しかしてないんですけど、松本人志と秋元先生の対談があったのかな、最近、発表した後に、ちょっとこれ、ちゃんとソースが見れてないんで、正しいか分かんないですけど、それで松本人志が、ゴルゴを捕まえて終わったらいいんじゃないかみたいな、ゴルゴって、なんかずっと続いてるんですよね。 そうしたら秋元先生がそれいいから長寿漫画同士でねいいねでも普通に終わりたいねみたいなの言ってたっていうのどっかでこう多分ツイートかなんかでまた劇というかまた見たんで本当かどうかわかんないですけどやっぱ部長に取らないと終わるみたいなそうでしょうねそういう流れは美しいっすよねへえすごいなこち亀ねこち亀あの僕カヤの時に あの企画で、うん、箱根に「エヴァンゲリオン」出すっていう,うん、うん、AR で当時2009年10年とかですねまだ ARiPhone、はい、出たみたいなそれで人が来すぎて、うん、ローソンとコラボしてやって人が来すぎてあの企画中心になったみたいなそんなかノーカヤックでやってたというか見てた時にあのこれ本当に社内で話題になったんですけど、うん ジャンプ見てたら、こっちかめで、りょうさん知ってますって、ホンダが、箱根で、これ、僕、行ってきたんですよって言って、その展示みたいなやつが、キャンペーン箱根の山をかざすと、等身大のエヴァンゲリンが見えるって企画だったんですけど、これ、行ってきましたっていうのを、ホンダが行ってて、みんなで、うおーっってって、ホンダ来てた秋元 先生来てたかあるいはニュースかか見てニュースとかじゃないですかね、ホンダが来てるっつて、バイクで来たのかなっつって、わー、すごいっすね、それ嬉しいですよね、なんか自分の手書きのクがこっち亀に乗るっていうのはね、嬉しいと思う、いやいや、だってこっち亀でバズフィードを見たって書いてあったら、ちょっと嬉しいですよね、いやいや、すごいことだと思いますよ、すごい嬉しいですよね、しかも、お金、多分どれだけ払っても、乗れないですよね、タイアップやってないですからね、こっち亀はね。 そうかすごいそれはいや本当これあの今だから言えるんですけど今でも言えないのかもわかんないですけど僕カヤックの時にあの人事やってたんですよで説明会とか人事のフォーマットをんか面白くいろいろやってた時に一番僕がリソース使って一番頑張りたかったのはこち亀で説明会やろうとしたんですよで説明会なんか 会会社説明をどこでやる今ってカヤックって一社だけの豪雪っていうフォーマットを作ってどっか大きいホール借りてあれ面白いですよねあれ面白いですよねであんな感じ説明会をちょっと面白くて困った時にカヤックって漫画っぽいみたいなのを大事にしてたんでじゃあこれジャンプに乗ればいいんじゃないかとそれはタイヤップ比較としてそうで凌さんがお金なくなって 鎌倉のウェブ制作会社行ってそこの就職の話をふんふんって聞いてウェブ作ってめっちゃお金儲かってやりすぎてドッカーンで怒られまあまあ美しいストーリーかもしれないですねであとあいまいまにこういうような会社出て社内説明してこれいいですねそうで亮さんとやろうと思ってなかなかね難しいじゃないですかもう普通に行ったら絶対無理でしただから結構いいろろ 頑張ったんですけど、まあ、結局、結の無理だったんですけどあのりょうさんで載せてたらすごい面白かったなあ、まあ、でも、本田が来てくれただけでも十分すごいですよ、うん、すごいですね、うん、そっかもうすぐ、でも、こっち亀終わっちゃうからね、本当、うん、うん、ん最後はすごい注目というか、こち亀、40周年、うん、なんか、最近の読んでなかったから。だだっってなんだっけあの 終了に寄せてのあれに見てくださいすごいちょっと過去の歴史があって「またどこかでお会いしましょうありがとう」みたいになるんですけど途中でうさんが出てくるんですよで「ふざけんな」っつってこういう時だけ「好きだった」とか「もっと続いてほしい」とか言いやがって「お前ら読んでねえだろ」っですね でなんかそんなんだったら9月の17日のジャンプこち亀40周年記念号をみんな読めって言ってうさんが出てくるんですよ。<laughs> <laughs> んかその辺がいいなと。いやー、こち亀ぜひなんかこち亀のサイトからこち亀に言いたいことがある人はツイートってあるんであとでしておこうかな。うん